エッセンシャル。ここに7枚のカードがあります。それぞれに書かれたキーワードは本、音楽、映画、食、場所、何でも。エッセンシャルでは、この7枚からゲストの人生に欠かせないカード4枚選んでいただき、プロインタビュアー早川洋平がそれぞれへの思いやエピソードを伺います。果たして今日はどんなお話が聞けるでしょうか。実は心の中で引っかかってたことがあって、なんか林さんってひょっとしたらその仕事としての写真家に、すみません、誤解を恐れずに言えばですけど、実はすごいもう絶対写真家として生きていかなきゃいけない、食っていかなきゃいけないっていうこだわりがすごいもう 100% あるわけじゃなくて、なんかその取材そのものというか、人とその裏側にある本質を引き出して、なんか伝えることにもっと重きを置いてるんじゃないかなって、なんとなく感じたんですね。で、その後にいろいろまた取材なので調べさせていただいた時に、そのゲーテの記事で、目的は写真で生活するのではなく取材を続けること、もし写真で仕事がなくなっても何かしらの手段でお金を稼げれば、まあ、個人的に取材に行ける、そういう意味では仕事としてのこう写真にこだわりはないっていうのを見て、すごい合点がいったんですけど、そういう意味ではこう今もそこの根幹というのは変わらない。そうですね。やっぱり私が、まあ、今は写真で食べていけてはいるんですけど、ただまあ、そういう仕事を、一番大事にしているのは、私がまあ関心持ってるテーマを追い続けることができることなので、そのために別に写真で食べていっている必要はないかなっていうのと、あとは、まあ、まあ写真でそれこそ生活していなくても、個人のプロジェクトをずっと突き詰めて、素晴らしい作品を出している人もいますし、アルバイトとかをしながらやってる方たちの中でも、すごいいい写真を撮ってる方もいるので、なので、何が何でもその写真で食べていくことを目標にっていう感じではないですね。その林さん、なんて言うんでしょうね。まあもちろん先ほどプロジェクトごとに全然きっかけは違うっておっしゃってたと思うんですけど、ただその共通する取材したいっていうなんか源泉というか原動力っていうのは何なんですかね。まあ最初はちょっとした関心から入っていったとしても、何度も同じ被写体の方に会ったり訪れていくうちに、この人この後どうなるんだろうかとか、もっと話が聞きたいっていう、なんか訪れていけば行くほど、何も知らなかった自分に気づかされて、もっと知りたい、もっと知りたい。で、だんだん、まあ、伝えたいなっていう気持ちももちろん強くなっていきますし、通い続けたりすることで、そのモチベーションももっと強くなっていくかなと思います。この朝鮮に、渡った日本人妻の本で、内容はもちろん、まあ、ある意味衝撃的というか、やっぱり僕ら全然知らないこと、あと逆にステロタイプで持ってた北朝鮮のイメージと、まあ、180度違うことをたくさん書いてあって、そこは皆さんこれ聞いてる方にもぜひ読んでいただきたいんですけど、個人的にちょっと今日伺いたかったのが、後書きかな？最後の方で私のマイペースな取材方法や撮影の細かいこだわりにその付き合ってくださったというか、ね、取材協力してくださった団体のところっていう、そこのフレーズがすごい、同じ取材するものとしては気になってですね。私のマイページの取材方法や撮影の細かいこだわりって何なんでしょうね。一言で言うの難しいかもしれないですけど。まあ、それは、そうですね。まあ、写真集と本両方、で発表するっていうことは、まあ、決まっていたので、なので、撮影についての細かいこだわりっていうのは、なんていうか、まあ多分それこそ北朝鮮に行く写真家なり、ジャーナリストの方って、何でもかんでもやっぱ写真を撮りたいっていう、チャンスさえあれば写真をまあ撮ってる方が多いっていうのはまあ現地でも聞いてるんですけど、ちょっと私は、なんていうか、私の心の中で写真を撮る準備ができてないと、写真撮らなかったんですよね。なんで、そこに行きたいと言って行っても、ちょっともう少し待ってくださいとか、なので、で、ちょっと光が、まあ、ある程度その、今、この瞬間しか撮らなければいけないものはその瞬間撮るんですけど、ある程度その、まあ、天候によって、
空の、やっぱり雲の様子とか晴れていたり、晴れていれば、やっぱりその、結構、コントラストが強い感じの写真になったり、曇っていれば、また違うじゃないですか。雰囲気がまた変わってくるって。そこで、いや、ちょっと、今回はちょっと、せっかく、ここに来れてありがたいんですけど、ちょっと撮影できませんって言って、また次来た時に撮りますとかいう、そういうこと言うと、結構びっくりされて、うん、撮らないんですかっていう感じになったり。あとは、まあ、同じ方に何度も何度もお会いして、はい、その文章を書くために、例えば、ある北海道出身の女性が、1960年の4月に新潟港から、まあ、朝鮮半島に渡っていくんですけど、最初の取材で、朝鮮、まあ、新潟港から4月の、8日だったかに、新潟港を、まあ、出港して、この国に来ましたっていう話は聞いてはいて、それで、あ、そうなんですねって、その時にはまあそれで十分だと思って日本に帰ったんですけど、うん、日本に帰ってきた時に、あ、じゃあそのおばあちゃんが、まあ、当時まだ21歳だったんですけど、その新潟最後に見た光景は何だったんだろうかとか、その時着ていた洋服は何だったのかなとか、うん、新潟の風景、船から見ている時、彼女は船のどこにいたんだろうかとか、はい、デッキにいたのか、または部屋の中にいて、窓から見たのかとか、そういうのも、やっぱり文章で説明するときには細かい描写があった方がいいなと思って、で、また次に行ったときに、ちょっとまた会わせてくださいと言って、そういう、その細かい話を何度も何度も聞いていたんですけど、多分それも、ちょっと案内の方たちからしたら、はい、かなり、まあ、実際本に書いていない、細かい話もたくさん聞いてるので、そこでやっぱり、かなり驚いて、まあ、文章を書く方からしたら当たり前のことかもしれないんですけど、まあ、ちょっと結構細かい、写真家としてのこだわりとか、うん、その文章を書く上で、まあ、こだわって聞きたいところとか、そこを、いう、うん、まあ、そこで結構私が、まあ、うん、その取材したいと思う、はい、内容を、まあ、現地で聞き出したり、写真を撮ったりするために、その動く私のペースがとてもゆっくりだったんですよね。それにもまあ、最初はええとか驚きながらも、付き合っていただいたっていうのは、振り返ってみてありました。今日のですね、はい、メインテーマでもあるんですけど、はい、エッセンシャルということで、はい、7枚、カードを用意してですね、はい、英語になってるんですけど、本、音楽、映画、食、場所、まあ、あと何でもっていうフリーの、カード2枚あります。はい、この中で、林さんの、まあ、人生に欠かせないもの、4つ挙げていただきたいんですけど、1つ目、何でしょう？あ、それもちょっと、何ですかね。ちょっと考えたんですけど、はい。欠かせないものを、ま、印象に残ってる食べ物。はい。あ、じゃあまず食から、はい。はい、食。やっぱり私は日本食、はい。ですね。うん。白いご飯。はい。日本食というか、まあ、白い日本のお米と、のり玉とか。うん、あ、のり玉って ふりかけののり玉ですか？ふりかけ。はい。ふりかけです、ふりかけ。はい。はい、あ、こういう名詞のり玉出しましたけど、まあ、のり玉に限らず。はい、そうですね。そういうさっぱりした、ふりかけと、はい、うん、やっぱ白いご飯っていうのは、結構取材で海外に行くときに、はい。結構私好き嫌いが多いので。あ、そうなんですか？そうなんです。食べられないものが多くて。で、めっちゃ意外なんですけど。そうなんです。よく意外だって言われるんですけど。で、やっぱ油っぽいものとか、うん、もし食べれなかったり、あと生の魚とか、肉もあんまり好きではないんですけど、うん、なので、まあ、取材で海外に行くと、まあ、現地の人の家に泊まり込んで取材することが多いので、うん、ホテルだったらもう全く問題ないんですけど、うん、そういう人の家に泊まり込んで何週間とか何ヶ月そこで暮らしているとやっぱり日本のシンプルなご飯が食べたくなるんですよね。うん、はい。なので、日本から必ず取材に行くときは、乾燥の味噌汁と、はい、あと、ふりかけを持って行って、はい、それでも1週間に1回とか、はい、もう3日に1回とか、それを食べられることがすごい喜びであったり。あ、
もう最初にさらっと林さんの中でも聞いた瞬間にやっぱり、あの、お米ってね、おっしゃったんで、もうやっぱりっていうのはご自身の中でも無意識でおっしゃってましたけども、やっぱりそういう感じなんですね。そうですね。結構白いご飯は意外とどこの国に行っても、はい、あの、あることが多いので、うん、家ではなくても、ちょっと近くの村なり、町に、カフェに行って、白いご飯だけ出してもらえば、うん、そこにふりかけをかけて、食べると、はい、もうなんとなく日本に帰ったような気持ちになるので、うん、なので、食で言うと、うん、その、まあ、仕事を続けていく上で、うん、ふりかけと味噌汁はとても大事です。あ、なるほど。僕もあの、林さんほどじゃないんですけど、海外行くときって、やっぱりね、あの、食がいいので、まさにその辺を持ってくんですけど、個人的にあの、お米まで持ってっちゃって、あの、林さんご存知かな、うん、お湯を注いで、おにしのご飯っていうのが、美味しくて、よく、それごと持ってっちゃうんですけど、やっぱり本当にお米、それだけ持ってっても、本当に毎日1食2食食べたらあっという間なくなっちゃうじゃないですか。はい。はい。お米はじゃあ基本的に現地で、まあ、調達というか、されるんですね。はい。そうか。ちなみに、あの、この番組、全くスポンサーも何もないんで、あの、何言っちゃっても全然大丈夫なんですけど、そのお味噌汁はなんか、こういうフリーズドライの、こういうのが好きとかなんかあるんですか？は、特にない。味噌汁だったらもう、あの、現地に行ってしまえば、はい、味噌汁だったら何でもありがたいと思います。はい、撮影、まあ、写真と、先ほどした文章。はい。まあ、インタビューとも言えると思いますけど、その両方を、まあ、されてるっていうことで、まあ、僕からするともう本当に羨ましいんですけど、そこのところで、まあ、今の話ともつながると思うんですけど、なんて言うんでしょうね。二つ表現方法。はい。二つって言い切っていいのかなって、まあ、写真と文章ある中で、はい、まあ、両方、なんだろう、違うことが多分できると当然思うんです。まあ、補完し合って。はい。その中で、なんだろうな、まあ、インタビューと写真、まあ、取材と、写真と文章か。なんか、共通点だったり、その違うこと、なんか使い分けてるというか、なんかそのあたりってありますか？つまり写真だけでも、まあ写真家の方でね、文章そんなに書かないって方も当然いらっしゃいますし、まあ両方林さんやってらっしゃるので、なんかそれぞれ違うことを一人の方がやってるっていうのがどういう感覚なのかなと。ああ、やっぱり、そうですね、あの、写真集を作るだけであれば聞かなかったような質問もやっぱり細かいことをやっぱり、うん、あの文章の場合はやっぱり文字で表現しなければいけないのでかなり詳しく情景を言葉にして書こうとするんですけど写真の場合はどちらかといったらそこはあえて書かずに読者というか写真を見ている方に想像してもらうための媒体だと思っているのでなのであえて説明をしないっていうあえて説明をしないっていう私のそのスタンスもある一方で、かなりもう詳しくその情景、もまるで映画を見てるように、本を読んでる人がその情景を想像できるように文章を書くっていう、うん、そういう、あの、いや、まあ、アプローチもあって、その両方をちょっとやっている感じですね。ちょっと意地悪な質問します。あ、いえいえ。明日、朝起きたらですね、林さんの今までの仕事、その、ドキュメンタリー写真家としての実績もですし、全部ゼロになってたらどうします？そして、カメラも使っちゃいけなくて、文章も、両方なりわいにしちゃいけないとしたら、明日からどうやって生きていきますか？今日のエッセンシャルはいかがでしたか？お話の続きやゲストが選んだ4つのリストは、インタビューウェブマガジン、ライフアップデートアンリミテッドに会員登録いただくと、すべてお楽しみいただけます。詳しくは、ライフアップデートのウェブサイトをご覧くださいね。それではまた、お耳にかかりましょう。さようなら。